福岡市博多区で始まった福岡プロデューサーサミットでは、最初のトークセッションに高島市長のほか、お笑いコンビキングコングや絵本作家として活躍する西野亮廣さんらが登場。まちづくりに必要な企画力について話し合ったほか、福岡市の再開発プロジェクト天神ビッグバンを例に挙げて、印象的なキャッチフレーズの重要性について意見を交わしました。飲み会安く見すぎというか、そのロビー活動めっちゃ大事だな。このイベントは映像や音楽、ゲームなど様々な分野のプロデューサーやクリエイターらが集まって交流するものです。観客との質疑応答の場も設けられ、活発な議論が交わされました。